ケプラー442ビットは地球から約1100光年離れていて、地球からはことザにある系型種系列性のケプラー442を周回する太陽系外惑星である。地球に近いサイズの惑星であり、主星のハビタブルゾーン内に存在すると考えられている。この惑星は NASA のケプラー宇宙望遠鏡で構成が 惑星の通過によりわずかに暗くなることで惑星の存在を間接的に確認するトランジット法を用いて発見された。NASA はこれを2015年1月6日に公表した。ケプラー442ビットは地球の1.34倍の半径を持ち、6割から7割の確率で岩石で構成された岩石惑星で地球よりも大きく天王星や 海洋星よりも小さいスーパーアースと考えられている。平行温度は 233K である。質量は推定で 2.3M。表面の重力はもし蘇生が地球と同じなら地球の重力の30%強いと考えられている。この惑星はスペクトル型系のケヘプラー442の周囲を公転している。質量は 0.61M。 半径は 0.60R で、太陽よりも小さい。温度は 4402K。年齢は29億歳であり、太陽と比べると温度は低く、年齢も若い。構成の金属量はマイナス0.37と低く、太陽の42%に相当する。高度は 0.12L で、太陽と比べて暗い。四等級は14.976で、肉眼では見えない。 主星のケプラー442から 0.409au 離れた軌道を112.3日で好転している。この軌道はケプラー442から 0.274au から 0.681au 離れた位置に広がるハビタブルゾーンの中間に位置する。そのため表面温度は地球とほぼ同じと推定されており、表面には液体の水や生命が存在できるかもしれない。 惑星の受ける高度は地球が太陽から受ける高度の約70%に相当する。ケプラーが発見したハビタブルゾーンに位置する地球型惑星この惑星は惑星の表面上で液体の水が存在できるゾーン、ハビタブルゾーンにある惑星として公表された。また、サイズや温度などは地球と似ている。また、この惑星は時点と公点の同期が起こるとされる。 ゾーンの外側にあり、潮汐ロックが起こっていない。2018年7月時点では、潮汐ロックを受けておらず、居住に最適な惑星とされている。K 型主系列性の構成は、太陽よりも小さいが寿命は長く、太陽の寿命が100億年であるのに対して150億年から300億年である。しかしスペクトル型 M や K の構成は、 構成活動初期に激しい構成風を放出するため、生物に害を及ぼすこともある。構成風を放出する期間は、構成のサイズによって変わる。しかし、年齢が不確定なため構成風を放出する段階は終えており、現在は、居住に最適とする意見もある。惑星は構成に近いため、超積力の影響を受け、追日が1週間や1ヶ月単位に、 及ぶと考えられている。この惑星の赤道傾斜角は、とても小さく、地球や火星のような傾きに起因する季節はない。また、軌道離心率もほぼ例であるため、離心率を起因とする季節もないと考えられている。2015年の論文ではケプラー442ビットは、ケプラー 186F、ケプラー 62F ともに居住に、 最適な太陽系外惑星として結論付けられた。また、2015年に提案された、居住性を表す指数では、地球は0.829であるのに対し、ケプラー442ビットはそれよりも高い0.836に位置付けられた。これは、大気の状況などが不明なためである。ケプラー442ビットは居住するのに適した。 太陽系外惑星の中で最も居住可能性が高いスパーハベタブルプラネットになる可能性がある。基準に当てはまる内容はの3点である。しかし、基準に当てはまらない内容もあり、などである。加えて、下記の条件はまだ当てはまるかすらわかっていない。2009年、NASA のケヘプラー宇宙望遠鏡は、構成面のトランジットを検出する高度計の運用を終了した。 最終調査においては、ケプラーインプットカタログに登録された5万もの恒星が観測され、その中にはケプラー442も入っていた。系外惑星の候補がある恒星の観測は2009年5月13日から2012年3月17日まで行われた。ケプラー442系の惑星のトランジットの観測が終了した後、現在のケプラー442ビットによる トランジットは113日ごとに起こっていることが発覚し最終的に経外惑星であると結論付けられた。この発見はケプラー438とケヘプラー440の惑星とともに2015年1月6日に公表された。ケプラー442ビットは1100光年離れた恒星であるため現代の技術でも次世代の技術でも質量や大気の状況を特定するのは 非常に困難である。しかし、探査機器ヘプラーは特定の地域しか探査を行っていないため、次世代のトランジット系外惑星探索衛星やキープスなどによる全方向への探査に期待がかかっている。その他、指導が間もなくやってくるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡による大気の分析、質量の特定、蘇生の推定も将来行われる。 また、スクエアキロメートルアレイはこれまでのアレシボ天文台やグリーンバンク望遠鏡を超え電波観測を行うと考えられている。ありがとうございます。